どうもこんにちは。ロンチパッドミニで遊ぶの続きを決めていこうと思います。今日は前回の続きでテストを書いていこうと思います。 E3 のテストですね。で、前回はこの部品のひな型だけ作ったんで、ひな型をね、実装していこうと思います。で、どういうテスト、その前にバージョン 0.31 ね、リリースしたんだけど、ファイルもできました。なんか前回はうまくいかなかったんですけど、これね、4回くらい、7回か、5回ほど失敗したんだけど、なんかこちらのせいではなくて、ビルド環境のせいっぽくてですね、Windows 環境で、なんか NPM インストールで落ちてたんで、何かがおかしかったんだと思われる。NPM インストールの処理で GYP 関連のエラーが出てたんですけど、なんかよくわかんないエラーでしたが、日を置いてね、やってみたらうまくいったんです。ただそれだけなんですけど。で、うまくいったんですが、なんか、これはね、まあどうでもいい話なんだけど、うまくいったんですけど、なんか2時間以上リリースを作ってから、経過しちゃうと、コンプリートジョブじゃない、これだな。エレクトロンをビルドした後にアップロードが走るんですが、アップロードが走った時にスキップされちゃうっていう風になってるみたいですね。パブリッシュ more than 2 hours ago ってなってるんで、2時間経ったらもうなんか別物っていうかね、もうリリースに何も入れないよっていう風になってるっぽいので、まあ変なところを踏んだなっていう形です。ただリリースはしたので、まあよかったら使ってみてください。ということで、今日はね、前回続きやっていきます。で、今日は何を作ろうかという話なんですが、このタブのね、グローバルタブを選択されているか、ボタンタブを選択されているかっていうあたりの話を実装したい。で、例えば、これグローバルタブが最初開いてるはずなんですけど、こうどっかクリックするとボタンタブに行くよねっていうのを確認したくて、あとグローバルタブに行って、最初は多分なしになってるはずなんで、なしからこの虹色、背景のやつを変えたらなんか下にいろいろ出るよねっていうようなあたりを作っていければなと思っています、はい、まずはこのグローバルタブの、あ、タブか、グローバルとボタンのタブのところをちょっと、いじれるように、ね、していこうかなと思います。はい、あ、でグローバルとボタンのタブなんですけど、目印がなくてですね、これがグローバルとボタンなんですけど、中にグローバルとボタンって書いてあるだけで、ここはね、ハイライトされると逆になっちゃうんですね、このクラスの中身は。このボーダーブルー400とボーダーグレー500かな。このあたりが入れ替わるっていうことで、このタブの色の切り替えしてるんで、結構判定が難しいんで、もう ID を入れちゃいます。以後ね、ID をバカすか入れていくことになると思うので、まあ、しょうがないって感じで見といてください。はい、で、グローバル、これかな、はい、これがグローバルタブで、これがボタンタブのディブですね。なんで、ここに ID 作ります。ID を、グローバルタブで、こっちの ID を、ボタンタブと。いうことにして、でグローバルタブとボタンタブをいじるっていう形にします。で、変更はクリックするだけでよくて、でこっちにハイライト当たってるかっていうのは CSS に何か入ってるかみたいな話になるんで、これもショートカットみたいにグローバルタブを取るという関数にしてですね、ウィンドウロケーターでこいつを返すと。で、ここがロケーターになる形に、あれ？したい。あ、アシンクいらないのか。はい。まあ、こんな感じに変えます。こっちも一緒ですね。はい。ロケーター返して、これをリターンするというような形で、これがボタンタブという形にしたいと思います。で、さっきシナリオ02をね、ちょっと作って、まあ、簡単なテストから、あれだだだだだ、ちょ、こうだっけ、あ、違った、
こうか、こうか。はい。びっくりした。はい。シナリオ02をね、作っていこうと思います。タブチェンジということにしようか。あんまり大きなテストは書かないようにしたいんで。チェンジショートカットセッティングみたいなことにしとこうか。こっちはね。チェンジタブか。チェンジタブ。で、開いたときに、await expect、グローバルタブの to have CSS を見たいんで、ここに、これでいいのかな？何が当たるのこれ。ハイライトタブで、ハイライトされてた、あ、2つか。まあいいか。BG グレー200が当たってたら、ハイライトされてるってことなんで、こうですと。で、最初はグローバルタブに、グローバル、あ、これはボタンタブね。間違えてた。はい、ボタンタブ。グローバルタブにハイライトが当たってるはずなんで、ここにね、ドットノットって入れると反対の意味になるんで、グローバルタブの方には BG グレー200が入ってて、ボタンタブの方には BG タブグレーが入ってないよねっていうチェックで、まあいいんじゃないって感じかな。はい。ということで、これとやってみる。エラーになっちゃった。ああ。全部見んのね。全部見んのか。to have、これだね。これにすりゃいいってことか。こいつだけ入ってりゃいいんで、こいつが入ってれば他は別に何でもいいので、こうして、置く。いいかな。はい、次テスト。はい、あ、OKOKOK で、これここに書くのがちょっと嫌なんで、こいつをコンストタブタブハイライトちゅうことにしとく。で、まあ、これでね、まあ、多少わかるだろうと。はい。これで、初期は、グローバルと、グローバルということにして、で、アウェイトで、タップノートをやります。まあ、適当で11でいいからやると、こっちのやつが、ドットノット、ノットになって、ノットになって、ノットが外れるということになるはずなので、で、ノートタブで、ボタン、うん、いいか。タブに移動。で、これをもう一回実行。OKOKOK。大丈夫そうです。そしたら、await で、グローバルタブ、タブをクリックすると、どうしようかな。まあ、いっか。こうなると。グローバルタブに行きましたと。行ったら、グローバルタブに行ったら、ここですね。これね。これも多分何もないんで、
セレクト、ただのセレクトなんで、こいつに ID つけようか。セレクトタブに ID つけまくりたいんで、よいしょ。セレクトタブ。これがタブボタンのセレクトタブ。もうつけちゃうか。ID で、これがアクションタイプの ID。ID、アクションタイプのセレクト。で、こっちのセレクトはちょっと後にしといて、ここのセレクトは、アニメのディレクション？あ、これ違うな。これは、あ、これはそっか。これはちょっと違うやつだ。これは、あれですね。なんだっけ。虹色の設定の1個。これか。アップセレクターか、これ。まあ、いっか。ID が、アップセレクトにしとくか。はい、アップセレクト。はい、もう一個かな。最後のセレクト。これがアニメタイプですね。BG アニメーションタイプ。ちゅうことで。はい。これできたんで忘れないうちにやっちゃうか。チェンジショートカットモードは、あ、そっかそっか。アクションタイプを取るロケーターがあればいいか。よいしょと。で、こいつが、ちょっと待って、これちょっと置いといて、アクションタイプはまさにアクションタイプだったはずなんで、うん、アクションタイプですね。で、これがこれで、ここにもう一個あるかな。はい、アップセレクトね。チェンジマウス、これいらんか。マウスコーナーは後でいる。ローンチアップ、セット、なんだっけ、これ今コピーしてきたっけ。あとアップセレクト。アップセレクトっつのを作るか。アップセレクト、これと一緒ね。ちょっと ID つけたやつは忘れちゃうんで、作っておきちゃいたい。これはいるから、チェンジ BG カラー、これはいい。アッドショートカット、リムーブショートカット、アッドアプリケーション、リムーブアプリケーション、チェンジ、あ、なんか引数めちゃくちゃいろいろ忘れてたな。この辺も入れなきゃいけないんだけど、ちょっと後にしようか。チェンジ BG アニメーションタイプ、これか。BG アニメーションタイプっていうのをここで定義しといて、引数がなしで外でやると。で、これがロケーターを返すやつで、よいしょ。まあ、とりあえず忘れないように書いただけって感じですけど、これでいいと。で、チェンジ BG アニメーションタイプ。アニメーションタイプはこれから使うんで、これはいいや。で、テストの、チェンジ、BG アニメーションを別で作る。で、最初グローバルタブになってるはずなんで、アウェイトで、エクスペクトで、これの to have value がなし。なしって何？なしってノンかな？ですよ、ということで、こいつをテスト。あ、OKOK。ノンで合ってた。ちょっとこれなんか、毎回起動しちゃうんだけど、しょうがないか。毎回出てきちゃうってね。ノーンで合ってたんで、アウェイト BG
アニメーションタイプ、あれ、タイプ、セレクトオプションバリューをレインボーに変えると、とその後がないんだな。レインボーに変えると、これでレインボーに変えるとこれインターバルが出ますよねみたいなところをやりたいんだけど、いやこれ何にもないんだな、目印が。これでいいか、このセレクトがちょうどあるから、ちょっとこのセレクトをちょっと使わせてもらうか。アクションタイプ、これセレクトで、これか、これがちょうどあったんで、ディレクションタイプと、はい、ディレクションタイプっていうのを作りました。なので一旦ここにベタ書きするか。ウィンドウセレクターの、あれウィンドウセレクターロケーターか、ロケーターのこいつをコンストディレクションタイプで、アウェイとエクスペクトの DT が to have to be か、 to be enable、 違うな、こう表示されてる to be deto have、 むずいな、 to have、 難しいな、どうしたらいいんだこれ。あるかどうかっていうチェックがしたいんだけど、あるかどうかね。エレクトロンじゃねえよ。これで to have あるかどうか、まあ変えられればあれあるっていうことか。それでいいか。DT のセレクトオプションなきゃなんかエラーで怒られるだろう。セレクトオプションで0、1とか2とかか、2にしとくか。セレクトオプション2に設定できるよというのでいいかな。はい、ちょっとやってみようか。ターゲットクローズド、 なんかここで待たなきゃダメかな。アウェイトしてなかったからかな。いや、そんなことないよね。多分変えてすぐだからな気がするんだけど、ウェイトって作る？コンストウェイト。いいのかな、あんなの。コンストウェイトでミリ秒をもらって、プロミスを返すやつ。で、セットタイムアウト。あ、違う、これで、リターン、ニュー、プロミス。プロミスして、リゾルブを、なんかこれ作ったような気がするんだけどな。
ないかな。ミディ秒を入れ、リゾルブを呼ぶ。これでいいよね。で、ミディ秒はナンバーなんで、ナンバーを渡してもらって、で、ウェイトをここで、アウェイトウェイト、アウェイトウェイト、500ミリ秒くらい、ちょっと待ってみる、的なことをやる。あんま良くないけどね。なんか、一旦待つみたいなやつがあったよな。ああ、うまくいったんで、まあ、これですね。ちょっと待つっていうのが多分大事。これ変えてすぐは変わらないんで、勝手に待ってくんないのかな。あ、大丈夫か。あれ、なんで？アウェイト入れなかったからか、やっぱ。あ、そっかそっか。そうだそうだ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあこれはいいや。ちょっと後で必要になるかもしれないからコメントアウトしておこうか。はい。まあこんな感じですね。まあいろいろね、他に追加したいテストとかはあるんですが、一旦 E2E のテストは、まあこんな感じで実装するんだよっていうのがある程度伝わったと思うので、まあこの辺にしてですね、次回からまた、こっちですね、リファクタリングの方にね、勤しんでいきたいなと思います。ということで今回は以上、次回お楽しみにチャンネル登録、高評価お願いします。では。